残念。お前とは出来が違うんだ。俺は自分の頭を刺し、ニヤッと笑ってやる。IQ が150あることは隠すべき恥だったが、今はもう違うのだ。俺の名前は山田。とある会社で営業として働くサラリーマンだ。この会社に勤めて、もう10年になる。うちの会社は企業向けと一般向けの営業があって、新人は一般向けの営業から始める。一般向けで結果を出せば、企業向けの営業に回されるのだが、俺はこの一般向けの資料作りと接客が苦手だ。これは俺の秘密にも関係しているから、秘密を守るためには結果が出せなくても仕方がないと思っていた。そんなある日、人事異動があり、俺は企業向け営業の新設された特別チームに配属された。チームリーダーは才色兼備と名高い鮎川課長で、メンバーも基本的に有名大卒のエリートだけ。なんでお前がここにいるんだよ！そんなの俺が知りたいわ。俺に向かって怒鳴ってきたのは同期の佐々木だ。佐々木は同期の中で最初に結果を出し、企業向けの営業へ移動していった。俺だって戻れるなら戻りたい。そう言い返そうとした時だ。二人とも、言い争いはやめてね。山田くんは資料作りが上手だから入ってもらったのよ。鮎川課長がやってきて、やんわりと佐々木と俺をいさめる。だが、佐々木は強情だ。山田は全然出世できない無能です。資料だって小難しくてごちゃごちゃした資料しか作れませんよ。佐々木くん、無能かどうか見極めるのは上司である私の仕事よ。私は資料が小難しいと思わなかったけど。佐々木くんがそう思うなら、より良い資料ができるように手伝ってあげてちょうだい。チーム全体の効率を上げることも大切よ。鮎川課長は、ちらっと俺を見ると、そう言って会話を切り上げようとした。なおも佐々木は食い下がる。そんなことをしても、俺の評価が上がるわけ。もちろん人事評価に加点させてもらうわよ。鮎川課長は佐々木の言葉を遮った。じゃあ、頑張ります。俺が資料作りのテクを伝授してやりますよ。鮎川課長は人をその気にさせるのがうまいな。俺は感心してしまった。鮎川課長は俺にも、山田くん、私はあなたにも期待しているのよ。隠している実力を出してちょうだいね。と言い、意味ありげに流し目を送る。さすが西条、鋭い。俺はギクッとした。俺が絞り出してやりますよ。あ、善処します。佐々木はやる気満々だが、俺は頭が痛くなった。実は、俺には秘密がある。IQ が150あるのだが、無能を演じているのだ。IQ は100前後が平均で、130以上が極めて優秀だと言われる。IQ が高いといえば、勉強ができる天才というイメージがあると思うが、それは誤解だ。記憶力がいいのは勉強に有利だが、勉強したことがないことは、普通の人と同様にわからない。むしろ俺は IQ が高いことで起きるデメリット。周りとのギャップに悩み、生きづらさを感じていた。俺は小さい頃から自分の感情とやるべきことを切り離して考えることができた。感情に引きずられないというのは良くも悪くもある。例えば、小学校の頃、友達が給食の味噌汁をこぼしてしまった時のことだ。その友達は足に味噌汁がかかり泣いていた。何人かが駆け寄って慰めていたので、これ以上は不要だと思い、俺は床にこぼれた味噌汁を掃除していたのだが、後からそれを冷たいと非難されたのだ。今思い出してもちょっと納得いかないが、俺は相手への共感や感情に寄り添うことが少し苦手で、感情よりも合理性、するべき作業を優先してしまう。それから人との会話のテンポが合いにくい。内容を理解する速度が違うからだ。どうも会話がちぐはぐになり、会話下手の烙印を押されている。IQ が高いというのは俺にとってデメリットでしかない。資料作りにも俺の特性がもろに出て、俺がわかりやすいと思う資料は一般向けには難しすぎるらしい。それでも、俺を認めてくれた鮎川課長のためにも頑張りたいと思っていた。ところが、できるだけわかりやすい資料を作っても、佐々木から、おーい、無能！この資料じゃわかりにくいんだよ！何度言ったらわかる！とダメ出しされてしまう。わかりやすいと思うんだけどな。そこへちょうど、鮎川課長がやってきた。どれどれ、見せてくれる？鮎川課長、やっぱりこいつ、全然センスがありません。俺の完璧な資料と比べてくださいよ。佐々木が自分の作った資料と、俺の資料を鮎川課長へと渡す。私は、山田くんのものがわかりやすいと思うわ。みんなも見てくれる？そんな、バカな。佐々木は目を向いて驚いて固まっている。鮎川課長から呼ばれ、チームのメンバーが続々と集まり、俺と佐々木の作った資料を見比べる。佐々木がボロクソに言うからどんなにひどいかと思ったが、わかりやすいじゃないか。すると、チームメンバーからも全員一致で俺の資料がいいと言われたのだ。俺は、よしっと小さくガッツポーズをしてしまうくらい嬉しかった。そんな、俺の方が優れているはずなのに。佐々木は呆然とつぶやく。確かに、佐々木くんは一般向けに資料を作成するのはうまかったわね。難しい言葉を省き、最低限必要な言葉だけを抜き出す資料作りができていたわ。鮎川課長がフォローを入れると佐々木は、ほらな！と勝ち誇る。でも、それって不誠実だよな。俺は言葉を挟む。は？佐々木は訳がわからないといった顔だ。判断するための情報をこっちで取捨選択してしまう。デメリットや不利になる情報、難しいけど本当は必要な情報を意図的に省くのは、相手を騙しているのと同じだろ？そんなことはない。佐々木は強く否定するが、鮎川課長は首を振った。いいえ、あるわよ。わからないことや難しいことをわかりやすく説明することは大切だし、情報を隠すのは訴えられる可能性がある危険な行為よ。それは。鮎川課長からきっぱりと言われ、佐々木は言いよどむ。それと、お前自身が本当は内容をよくわかってないだろう。俺が切り込むと、佐々木は顔を赤くする。山田くんの言う通りよ。佐々木くん、あなたは確信を理解していないようね。だから、一見わかりやすい資料だけど、必要な情報が入ってない。もっと資料を読み込んで理解しなさい。鮎川課長は佐々木を叱ると俺に向き直る。ところで、ここ、もうちょっと詳しく作れるかしら？来週の商談資料にしましょう。その場で、俺の資料を叩き台にして、資料の改善が始まった。俺がふと、佐々木の様子を伺うと、佐々木は、舌を向いてブルブル震えている。俺に恥をかかせやがって、覚えていろよ。佐々木は、低い声でつぶやき、離れていった。これを機に、俺と佐々木の評価が変わり始める。なんで山田くんがこれまで評価されなかったのか、本当に理解できないわ。頭の回転は早いし、作業の順序も的確。素晴らしいわ。鮎川課長が、俺のことを手放しで褒めるようになったし、チームメンバーも、俺を優秀だと認めてくれるようになったのだ。来週は大事な取引先との商談よ。この商談がうまくいけば特別ボーナスが出るわよ。おっしゃ、頑張るぞ。鮎川課長はメンバーを鼓舞し、みんなもやる気に燃えている。俺も仕事が楽しくなっていた。今回のプレゼンは私がするわ。資料作りはこのまま山田くんに任せるわね。ただ一人、佐々木だけは黙って面白くなさそうに拳を握りしめ、歯ぎしりをしていた。商談当日、佐々木は有給を取って不在だ。鮎川課長も俺たちも佐々木が仕事を放棄し、チームの輪を乱しているのは分かっていたが、学校とは違ってここは職場だ。仕事をしない者は放置一択だった。そして今回商談する会社は、国内外の有名大卒のエリートたちが起こしたという投資系の会社だ。万全の準備をして臨むため、佐々木に構っていられないのが本音でもあった。プレゼンは予定通り始まった。商談相手は真剣にプレゼンを聞き好感触だったが、途中から鮎川課長の様子がおかしくなっていく。あら、これ。課長、どうしたんだ？わかりません。トイレでしょうか？まさか。俺たちはこそこそ話していたが、資料を見て理由がわかった。途中から全く違うものに変えられていたのだ。商談相手である取引先の社長が不快そうな顔をし、鮎川さん、プレゼンも資料も準備不足では？これでは時間の無駄です。失望しました。ときっぱりと言ってきた。大変申し訳ございません。少々お待ちください。鮎川課長の顔が青ざめる。10分間の休憩となり、鮎川課長は資料を持って俺たちを集めた。誰かが資料を変えたのよ。鮎川課長は自分の持っていた資料をみんなに見せる。まさか佐々木が？わからないわ。疑うのは良くないけど。チームで今日来ていないのは佐々木だけだ。誰しもが佐々木を疑っている。でもこれ、佐々木の作った資料でもないですね。まるで AI で出してきたような不自然な文章です。まあ、佐々木が犯人だとしても自分のとは差し替えないだろう。俺は資料を分析して言うと、チームメンバーが俺に突っ込む。そうね。でも、今は犯人探しよりも商談に集中しなければ。パソコンから新しい資料は出せる？鮎川課長もうなずき、俺たちはどうするかを話し合う。パソコンの資料も全部消されているぞ！パソコンを調べていたメンバーが怒りに任せて大きな声を出す。プロジェクターの資料はどう？鮎川課長が汗をにじませながら聞いてくる。ダメです！途中から変更されています！何者かに全ての資料が改ざんされ、正しい資料は消されていたのだ。チームメンバーなら誰でもアクセスも編集も可能だが、佐々木が犯人なのは間違いない。どうしましょう。これでは商談が。鮎川課長の顔に絶望が浮かぶ。今から資料を作っていたら間に合わないぞ。日を改めてもらうしかないか。チームメンバーたちも諦めかけている。俺は何か方法がないか必死で考える。このチームに入って認められて、俺は仕事の楽しさを知ったのだ。チームメンバーのため、鮎川課長のためにできることがしたい。そうだ。俺にやらせてください。ホワイトボードを使って俺がプレゼンをします。山田くん、できるの？はい、信じてください。真剣な顔でもう一度訴えると、鮎川課長はうなずいた。任せるわ。責任は私が取るから、やってみてちょうだい。俺は、鮎川課長から交代。ホワイトボードを使いながら、即興でプレゼンを開始した。プレゼンを変わりました。山田と申します。資料の内容は、すべて頭に入っている。もちろん細かい数字もだ。俺は、ホワイトボードを使い、視覚的にわかるようにグラフを書く。相手の反応を見ながら話を進める。最初は何を始めるんだと、怪訝そうな顔をしていた商談相手たちが、だんだんと前のめりになっていく。それで、この部分の数字の裏付けはあるのか？はい、もちろんです。ご説明します。俺はこの時、会話の楽しさと、確かな手応えを感じていた。この時ばかりは自分の IQ が高いことに感謝した。緊張で上がることなく、わかりやすく説明できたのだ。結果的に、商談は大成功に終わった。山田くんといったか。素晴らしいプレゼンだったよ。ぜひ我が社へ来てほしい人材だ。商談相手は俺のことを手放しに褒めてくれ。さらっとヘッドハンティングまでしてきたのだ。社長、困ります。我が社の有能な社員を取らないでくださいな。これには、鮎川課長が苦笑いだった。商談終了後、チームメンバーが口々に俺を褒める。山田、お前すごいな。天才かよ。細かい数字までよく覚えていたな。このメンバーなら、俺のことを理解してくれるかもしれない。そう思って俺は、秘密を打ち明けることにした。実は俺、IQ が150あるんです。資料を見た時から優秀だと思っていたけど、ここまでとはね。なんでそんなに優秀なのに隠していたんだ？チームメンバーから聞かれ、俺が今までの大変だったことを話すと、鮎川課長は、IQ が高いっていいことばかりじゃないのね。と感慨深そうに言い、ところで資料の改ざんの件だけど、商談も無事終わったし、犯人を探さないとね。絶対に許さないわ。と話題を変えてきたのだ。あ、その件ですが、俺の話を聞いてください。犯人は佐々木で間違いないと思うが、多分佐々木なりにバレないように準備をしているはずだ。俺はそれを暴くための計画を説明した。翌日、佐々木はニヤニヤしながら出社してきた。どういう神経をしているのか、俺たちは苦々しく思っていた。おはようございます。皆さんどうしたんです？怖い顔して。どうもこうもお前なんてことをしてくれたんだ。チームメンバーが詰め寄る。何がです？俺は昨日有給を取ってリフレッシュしてきただけですよ。社会人の当然の権利でしょう。違う、しらばっくれるな、資料のことだよ。資料？俺は何も知りませんよ。ニヤニヤしているし、間違いなさそうだが、動機がわからない。鮎川課長は大きくため息をつき、なんでこんなことをしたの？と佐々木に問いかける。俺がやったという証拠はあるんですか？疑わしきは罰せずでしょ。佐々木は白を切った。アクセスログを見れば、どのパソコンから最後に編集されたかわかるんだぞ。チームメンバーが言うと佐々木は、そんなことはわかっている。最後は山田のパソコンからアクセスだろ。つまり犯人は山田ってことだ。と答える。確かに最終アクセスは俺のパソコンからだったよ。でもな、俺が資料改ざんなんてバカな真似はしないってみんな信じてくれている。お前の仕業だって分かってるんだ。でもお前のパソコンから最終アクセスしているんだぞ。出勤と退勤のタイムログを確認したら、お前しかその時間部内にいないんだよ。詰めが甘すぎるだろ。お前は何をしたかったんだ？山田が俺に罪を被せようとしていたのは、アクセスログを見た時に分かった。佐々木は隣の席だし、俺のパスワードは簡単だから、盗み見て覚えたのだろう。ただ、あまりにずさんすぎて、俺には佐々木の意図がわからなかった。でも、商談は大失敗したろ。時間稼ぎができればバレてもよかったんだ。俺の勝ちだ！ざまあみろ！結局佐々木は、自分も捨て身で、俺たちを陥れたかったのだ。なんてやつだよ。これには、周りもドン引きだったが、佐々木はニヤニヤと病的な笑いを浮かべる。そんな佐々木に、しっかり責任を追及させてもらうわよ。覚悟しなさい。鮎川課長がきつい言葉をかけるが、佐々木は肩をすくめた。佐々木は商談が失敗したと思い込んでいる。違うのに。残念だったな。お前とはここの出来が違うんだよ。俺がプレゼンを代わって商談は大成功したよ。俺は頭を指さす。佐々木から余裕が消えた。なんだと？じゃあ俺のしたことは？ただの自爆だな。俺が残酷な真実を告げると、佐々木はヘナヘナと座り込む。その後、佐々木は処分が決まる前に自主退社してしまった。どうも体でない方の病院に入院することになったらしい。自分が特別チームについていけなかったことや、本当は仕事内容をよく理解していなかったと知って心が病んでしまったようだ。それであんなバレバレな計画を立てて自爆したというわけだ。俺はというと、商談の成功によって、鮎川課長と一緒に昇進。全員に特別ボーナスも出た。何より嬉しかったのは、自分の居場所ができたことだ。ずっと自分は理解されないと諦め、孤独に感じていたが、今は違う。自分の特性を認められ、だからといって過度に期待されず、本当に過ごしやすい。俺は仕事をする楽しさを噛み締めている。